ってひっくり返すと、じゃーん、はい、ほら、1回で負けたんですよ、1回で。え、だし巻き卵の作り方。はい、じゃあだし巻き卵を作ります。はい、これもポイントがあります。だし巻き卵の作り方のポイントです。作り方ダイジェスト。はい、卵と水使います。で、卵焼き器必要です。で、1回で巻いて作るんです。めっちゃ時短です。え、それでいいのっていうものを皆さんから今、お届けします。ね、はい、すごい忙しいセミナーですね。はい、もうね、卵3個今溶きました、ね、卵3個に対してだし巻き卵なんでだしを入れたいじゃないですか。でもだし作ってるの面倒ですよね。なので卵1個につき大さじ1の水を加えます。 1,2,3 加えました。そしたら味付けはちょっと塩パラ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 、今なんか山のように落ちてきましたけども、そしてここにだし昆布の素をちょっと入れたいと思います。だし昆布の素、これでもうなんちゃってだしだと思ってください。パラ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 、はい、水とだし昆布でもうこれは僕にとってみたらもうだしになりました。はい、だしになったので今からこれを混ぜていきます。はい、でちょっとふわっとするのに、はい、実はね、マヨネーズを入れると実はふっくらするんですよ。はい、これちょっと裏技です。はい、でこれでもう出来上がりました。これね、あの卵液が、はい、じゃあこれを固めましょう。はい、じゃーん、ほらこっち側にね、もう卵焼き器、これは必要です。はい、でテフロンがしっかりついてて、でここに今油をシュ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 ッと乗せました。でこれがあったかくなってきた、あったかくなってきたらこれを一気に流し入れます。いいですか、一気に流し入れるのをどうするかというと、でちょっとだけ残します。はい、少しだけ残してあと全部入れてしまいます。じゃあこれぐらい残しました。はい、じゃあ今ここに温まってるやつがこうね、塊にあるじゃないですか。普通くる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 巻きますよね。そんな面倒なことはしないです。もう皆さんこれからは超時短美味しいだし巻き卵ができます。くる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 っとこれを混ぜていきます。混ぜ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 、はい、でこのフライパンってガス火は周りの縁から熱くなっていくのでね、この周りの縁をこう剥ぎ取って真ん中に寄せていく。 IH は真ん中から火通りますから、それ逆ですね。はい、でこれでくるくるくる出てくると、ほらトロトロになってきたじゃないですか。トロトロになってきたら、はい、ここからですね、一気にちょっと火を弱めて、はい、ぐーっと押し上げます。ぐーっと、ほらぐーっと押し上げたらもうほらなんかだし巻き卵っぽくなってませんね。でここの残っているところにちょっと油をもう一回引いて、はい、そしてここにさっきの残りの卵を入れます。はい、入れました。で入れてここのところ、底下のところをね、ちょっと焼いてシュー、そしてこれを、ね、今焼けてきてるので、よいしょ、せーので、よっ、はい、でひっくり返すと、じゃーん、はい、ほら1回で負けたんですよ、1回で。え、何、私今まで何回も何回も巻いてたのに、何滝村さんそれちょっとってなりません？ほら今瞬間ですよ。もう皆さんそんなぐる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 巻いてるなんてそんなめんどくさいね。で本当はもうちょっと落ち着かせた方がいいんですけども、今もうねそんなやってる時間がないので、はい、ここで一旦出来上がったらちょっと黒い方が見やすいんで黒いやつに入れましょうか。はい、じゃあこれで出来上がりなので、はい、じゃじゃーん、さあ抱きまし卵がくるーん、ほら一瞬、もうなんていう、なんてことでしょう。はい、だし巻き卵の完成です。すごいでしょ。はい、ということでせっかくなので試食をしましょう。だし巻き卵プル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 、はい、ほら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 ね、ふわふわでしょ。今秒で作ったんですよ、秒で。はい、じゃあいただきます。うん、
まい。うん。